踊り？いや、もうこの生活の延長というか、生きてることの延長というか。ダンサー青木優希、20代の頃からタレントのバックダンサーとして活躍。光源氏、スマップ、サザンオールスターズなどのツアーに回り、芸能界で活動していた一流ダンサー。2001年、アメリカダンス留学をしにニューヨークを訪れた青木さんに転機が訪れる。最初はその向こうの踊りをこう勉強しようと思ったんだよ、純粋に。で行って何をやってるんだろうっていうのがちょっと思った。なんか日本人だけどその他の国のことに目を向けて、もっともっとこう自分自身のこの国のこととか、まあ自分のこととかもそうだけど、なんかそういうところをちゃんと見てないなっていうかね。テロが起こったわけね。で2001年、うん、その時にその現場にいてね、自分のやってることがなんか一つもそこにこう助けられないっていうかね、それが一つのまあきっかけとしてね、何かこう自分の中で転機とはなったけれど、まあ、それ以前にもずっとなんかあの踊りってお金の持ってる人しか見れないのかなとかさ、なんかそういうこともねうすらうすら感じてたの。なんかこう自分のやってることがもうちょっと世の中に大きく影響できるようなことがしたいなと、現在青木さんの活動の中心となっているのがダンスグループソケリッサ。ソケリッサはプロダンサー青木優希と路上生活者もしくは路上生活経験者からなるダンスグループ。現在は青木さんを含め8名、うち7名で8月15日に行われるダンス公演に向けて練習に励んでいる。頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ青木になって力を、リラックスしてみます。3分間じゃあリラックスしましょうね。体の力を抜いて頭の中も同じように新宿の街角で路上でミュージシャンが歌ってて、でその横でお尻を出してね、ホームレスのおじさんが寝てて、それを見た時にこのおじさんがね、逆にその歌ってる側でね、だったら面白いんじゃないかっていうのが最初かな。青木さんはメンバーを集めるため最初は道端で寝ている路上生活者一人一人に声をかけた。しかしやりたいことが言葉でうまく伝わらない。そんな時、友人からビッグイシューの存在を聞く。ビッグイシューは雑誌販売の仕事を通してホームレスの社会復帰を目指す NPO 法人。そこで青木さんはビッグイシュー販売員として働く路上生活者を集め、彼らの前で踊りを踊ってみせた。体で表現してね。でも、まあ、もちろんその言葉じゃないんだけれど、何かこう伝わるものがね、やっぱりあったんだなと。こういうことがやりたいですね。でこれはもう今は自分は本当に自由に動いて踊ったんだけど、おじさんたちもこういうふうに、ね、自由に動いて踊ってもらう。それを一緒にやりたいです、それで始まった。青木さんは現在、和食やうな中で週4日、ランチタイムの3時間、皿洗いの仕事をしている。ソケリッサの練習前の時間を使えることと、
自宅のある豊田駅から近いことで選んだ。3時間ぐらいだからもう練習、新宿まで行って戻ってきたらもう練習陣で。真面目で、それで結構テキパキ動いてくれし、元気いいし、しっかりした人だよね。いつかお先にいただきます。やばいな。いや、大丈夫。いやだ、こっち来る。ああ、すごく礼儀正しい方です。はい。いただきます。お先です。お先です。毎週土曜日の夜、町田にあるダンス教室で小中学生にダンスを教えている。教えるのはソキリッサと同じコンテンポラリーダンス。決まったスタイルはなく、言葉や音のイメージで自由に体を動かす踊りだ。よし、はい、じゃあやりましょう。はい、お願いします。お願いします。はい、じゃあ歩いて。はい。普遍的なことをしたいかなと。普遍的な、流れゆくもんじゃなくて、最小限の力。でも世の中を動かしてるのは多分流れゆくものだと思う。大きくお金が動いてる、それは流行だったりとかね。普遍的なものっていうのはやっぱり自然とかもそうだし、まあ、人間自体もそうだと思うんだけど、やっぱりいつまでたっても絶対変わらない素晴らしいものだと思うしね。なんか人の表現っていうものは基本的にそう、もう普遍的なものであるべきかなっていうふうになんか思ったかな。なんか何年経ってもいつ見ても素晴らしいと思える。子供たちとかがさ、今持ってるそのすごいその自然なさ、美しさっていうのかな、なんかそういうものがなくなっていかないようにね、こう支持していかなきゃいけないなと思うしね。人の心をこう大きく動かすのはやっぱり普遍的な方かなと思うからね。青木さんの自宅は豊田駅から徒歩15分、静かな住宅街の一角で自然に囲まれた暮らしをしている。炊飯器がないからさ、こう土鍋でさ、ご飯を炊くのね。休みでも例えばこういうものをあの揃えたりとかさ、何か しちゃうか なんか、うん、次のことに、ね、時間を費やした、うん、鰹節が好きなんだ。
ソケリッサのメンバーは路上生活者ゆえに様々な事情を抱えている。突然連絡が途絶え練習に来なくなることも多いという。メンバーの個性をもとに作品の流れを作っていく青木さんにとって、練習が進み形になってきたところでメンバーがいなくなってしまうのは大変なことだ。しかし青木さんは彼らと付き合っていく上でこう考えている。路上生活をした人のね、感覚っていうのはね、自分はやっぱりそこまで深くはね、計り知れないわけだから、なんかこう全てこっち側のこう感覚とかルールをね押し付けると、ね、やっぱり違うんじゃないかなと思うし、構成をさせるために踊ってるんじゃないかと、ね、一般的な暮らしに近づけるのが目的じゃん。それはまあ目的の途中にね あるものかもしれないんだけど。すごくいい先生だと思います。なんちゅう、うちのプロじゃないから細かいところを教えてくれる。いろんなところで人のこう言葉や目にとらわれてる部分がもっと多かったかな、今までは。やっぱおじさんたちのこう行動とか発言とかを見てると、人がこう気にするからとか見てるからとかね、そういうところじゃなくて、もっとね、なんか動物的な部分っていうものをすごい感じた。それはね、自分がなんか欲しかったと思う。すごい接したかった。生きるか死ぬかのところで、その生活をしてる人しかやっぱり感じない部分っていうのが、やっぱり幸せな暮らしをして何でもあるのが当たり前だったら、やっぱりどっかで見失ってる部分っていうのがあのおじさんたちにもあってね。青木さんからちょっと今度ちょっと踊ってみないですかとかこう言われて、絶対あの人のことを否定しない人なんでね。これ何回か聞いてるうちにちょっとやってみようかなとか何とか思って、ずっと眠気がしてたわ。いけるか。じゃあみんなももう確認をしながらね、確認をしながらしっかりとお客さんがいることを想定して自分で動いて。まあ、まとまったかな。あとはまあね、本当にやってみなきゃ分かんないから全力で初心をちゃんと忘れないでね、貫くことが大事だと思いますね、みんなね、頑張ります。朝10時新宿シアターブラッツ、メンバーが集まり公演に向けて準備が始まる。いよいよ本番。全知全能って意味が分かりません。
今あのお金がなくて、ね、おじさんたちも、まあ、自分もこうやって続いてるっていうのはね、答えが見つかるんじゃないかなっていう気がしてる自分の中で、うん、答えっていうのはあの人間って何だろうとかね、あのなんでこう何を求めてどういうふうになっていくんだろうとか、俺がおじさんたちとあのインドに行きたいと思ってるのね、そうそうそう、多分その時に何かこう分かる気がする、なんで俺はこれをやりたかったのかなとか、うん、もっと貧しい人の前でおじさんたちと一緒に自分が一緒に踊ってね、何かそこが一つの区切りというかね、何か、うん、見える気がするかな、うん、show.